こんばんは。なんだこれ。こんばんは。やっほー。昨日はありがとうございました。確かに。なんだこりゃ。今年もみんなありがとうね。See you next year。なるほど。年末ですね。もうすぐ年末。宝くじ買ってないや。毎年買ってないけど。買いたい。1枚だけ、1枚買ってみたい。1枚で運試し。どう？
10枚買った方がいい。買うなら。運がいい時期とか良くないのって時期で変わりそう。そうなんだ。だけん今日運がいい日だなって時は2買ってみたい。って思うけどね。確かに当たったとてね。どうなるんだろうね。自販機も当たったことないけど、宝くじ当たるんかい。そうなの。100枚買って7000円戻ってきた。100枚買って7000円。でも宝くじを買った時のってなんかもうそんなにそんな損してショックみたいな風になるんか、それかあちゃーで終わるか。そうだよね。そう。結局。ワクワクで。そうだ、ね。ワクワク代もあるから。確かに、だからか。ね、なんか当たりが多いところは当たりやすいっていうのも聞いたことがあるけどね。
噂とかでも回ってくる。ここは当たるらしい。人がいっぱい並んでる。それすごいよ。ここに来た人で当たった人がいるんだなって気持ちになる。全然わかんないね。スパイラル起きてるの。そういうことか。もう終わったっけ、宝くじ。考えた人すごいよね、宝くじを。年末終わった。次がバレンタイン。すごい、イベントと一緒ですね。そうなんだ。いろんなくじがあるから。そう、なんだか眠いです。
配信調子悪いですか？今日はね、早めに寝ますよ。昨日あんなに元気だったけど、急に。今日はもうね、頑張ったからね。今日も頑張りました。寝るぞ。今日はこれはなんてヘアアレンジしてます。編み込みハーフアップ、こんな可愛く髪型してもらって撮るのが申し訳ないんだけど、撮ろうかな。ね、毎回思うんだけど、そうなんです。撮るときちょっと痛い。でもね、髪を洗ったらすごくスッキリする。そうなんです。やっぱりお風呂に入ること
大事です。湯船大事ですよ。とってもあったかい。そう、なんかね、意外とお風呂を浸かりながら携帯するって思ったら全然一石二鳥な感じがする。このこたつの中で携帯しとるよりか、って思ったら入れるよ。そう、動画見たり。って感じだよ。喉の乾燥には何がいいんやろうか。うん、蜂蜜か。いいわね。めっちゃスースーする、スースーすぎる飴舐めてる。超スースー。ふん、いや、確かに鼻もスースーしてます。じゃ、そろそろ終わろうかな。これは何味なんだろう。すごくスースー。じゃない、あ、発火かも。ミントよりか発火に似とる。こりゃドロップの発火ね、好きよ。
いしょよいしょ、うん、寒い。温まりますかね。だけど変わりない。イエーイ。じゃあ読もうかな。餃子パンさん、まいせんさん、コッペさん、バリーさん、オーサムさん、フジポンさん、犬ちゃん、みつるんさん、せいやんさん、ビーツさん、ラックオンさん、タイタンさん、F 渋谷さん、リュウさん、猫のおかずさん、ラクラクさん、ストンコさん、赤い水星のペンさん、ひろとさん、かこさん、おうかさん、ときわさん、パーピーポンちゃん、ホワイティさん、エビスさん、おだやんさん、ひらりんはっとさん、ひいちろうさん、ボンビーさん、なりさん、ともきちさん、もてきさん、かっちゃん、さとくん、ありがとう。短い時間でしたが、ありがとうございました。バイバーイ。